生きているうちに良き人たれ。どうもこんにちは、ガクです。今回はマルクス・アウレリウスの自省録についてお話ししていこうと思います。本書の著者マルクス・アウレリウス、彼が何者なのかというと、絶頂期のローマ帝国を治めた皇帝です。ただこれだけを聞くと、ああなんか昔の偉い人がこうしろああしろと教訓を垂れてんのかなとか、皇帝の華々しい生活や戦での武勇伝について書かれているのかなって思いがちですが、全然違います。本書に綴られているアウレリウスの言葉、そしてその行間からにじみ出てくる苦悩、そこには皇帝という大役を任され、人生に降りかかる様々な苦難と向き合いながら、ローマ帝国という超巨大国家をどう指揮していけばいいのか、そもそも自分は皇帝にふさわしい器なのか、相次ぐ大切な人の死にどう向き合えばいいのかと自問自答を繰り返すことで導き出した、今も昔も変わらない普遍的な真理が生きた言葉で語られているのです。アウレリウスと同じように、仕事に追われ幸福感を感じられない人や、複雑な人間関係に悩まされ不信や孤独に苛まれている人には、特に心にグッとくるものがあるでしょう。時空を超え多くの人の記憶に刻まれ、人々の心を照らし続けている名著、マルクス・アウレリウス自省録。少し読み解くのが難解な本書の内容を、できるだけわかりやすく噛み砕いた言葉でお伝えしていきたいと思います。この動画が少しでもあなたの心を癒すきっかけになれば幸いです。ぜひゆっくりとくつろぎながらご覧ください。はじめにこの動画の流れについてざっと説明しておきます。まずは背景知識として、当時の時代背景、アウレリウスの生涯について簡単にお話しします。そしてその後、あなたの心を軽くする鉄人皇帝アウレリウスの禁言と題して、アウレリウス流、他人との関わり方、折れない心を作る思考法、今この瞬間を生きるというテーマに沿ってお話ししていこうと思います。では早速時代背景から見ていきましょう。マルクス・アウレリウスの生きた時代とはどのような時代であったのか。もともとローマ帝国というのは紀元前8世紀に建国された小さな都市国家であったと言われています。しかし次第に巨大な軍事力を駆使することで徐々に領土を拡大していきます。そして紀元前27年、ついにローマ帝国が誕生しました。それからのローマ帝国はパックス・ロマーナと呼ばれる史上空前の繁栄を謳歌することになります。そしてこの動画の主役であるマルクス・アウレリウスは、このパックス・ロマーナの中で五賢帝時代と呼ばれるローマ帝国始まって以来一番の平和と繁栄が訪れた時代を生きていたのです。しかしそんなローマ帝国の絶頂期はそう長くは続きませんでした。特にアウレリウスが皇帝だった頃は、洪水や地震などの災害、疫病の蔓延、絶えない異民族の侵略などなど、ローマ帝国の繁栄と平和に陰りが見え始めた時代だったのです。ではそんな激動の時代を生きたマルクス・アウレリウスの人物像に迫っていこうと思います。アウレリウスは西暦121年、ローマの名門家庭に生まれます。7歳になった頃のアウレリウスは、教育熱心だったひいおじいちゃんの意向により、一般の学校には行かず、優秀な家庭教師たちを自宅へ呼んで勉強していました。そこでギリシャ語やラテン語といった言語をはじめ、音楽、数学、法律など多くのことを学んだそうです。幼い頃からこれだけ多くのことを学ばされるなんて、普通は逃げ出したくなっちゃいますよね。ただアウレリウスは勉学に勤しむ真面目な少年でした。そしてその中でも特に気に入ったのがストア派の哲学です。ストア哲学とは、実践的な禁欲主義を特徴とし、自らに降りかかる苦難などの運命をいかに克服していくかを説く哲学です。ちなみにこのストアという言葉は、現代人にも馴染みのある英語のストイックという言葉の語源になったと言われています。そしてアウレリウス少年はこのストア哲学に
どっぷりとハマっていきます。これに対する愛はなかなかに異常で、好きな哲学者に習い、ベッドではなく固い地べたに直で寝るという、まさにストイックな生活をしていたそうです。しかし、そんな純粋無垢なアウレリウス少年も、年を重ねるにつれ、この世界がいかに残酷なものなのかを知ることになります。当時の成人である14歳になると、政略的な結婚、離婚、そして再婚という自分の意にそぐわない形で物事がどんどん進んでいきます。そしてなんと、アウレリウスは18歳という若さで、ローマ帝国の次期皇帝に指名されてしまうのです。しかしアウレリウスは、次期皇帝に指名されることを喜ぶどころか、むしろ恐怖を感じていました。なぜなら、これが意味するのは、大好きだった哲学への道が完全に断たれてしまうだけでなく、宮廷内での血で血を洗う権力闘争に巻き込まれてしまうことだったからです。これから先の未来に待ち受けている日々がどんなものなのか、考えただけでも吐き気を催したことでしょう。そして指名から約20年もの時が経ったアウレリウス39歳の時、ローマ帝国第16代皇帝として即位することになりました。この時、どうしても哲学者として生きていきたいのなら、別の人間に帝位を譲ることができたのかもしれません。しかしそれでも譲る選択を取らなかったのは、実は皇帝になりたかったからではなく、アウレリウスが熱中していたストア哲学の運命を甘んじて受け入れよという教えを忠実に守ったからでした。哲学者になるという夢を追いかけず、自らの運命を受け入れ、皇帝となったアウレリウスに待ち受けていたもの、それは想像を絶する苦難の連続でした。度重なる天災、相次いで勃発する戦争、家臣の謀反、愛する妻や子供たちの死、しかしそれでも国を背負う皇帝の立場にいたアウレリウスは、悲しみに明け暮れることなく、国を統治しながら他国との争いに明け暮れていました。そんな戦いの最中、野営のテントの中でろうそくの明かりを頼りに、またある時は宮廷の自室で自分への戒めと内省を書き綴っていました。それこそがこれから紹介していく自省録というわけです。ではそろそろ本書の内容へと入っていきましょう。まずはアウレリウス流他人との付き合い方についてです。私たちは皆他人と関わりながら生きています。これだけ多くの人が生きるこの世の中です。私たちには喜びを分かち合う仲間がいる一方で、非難し合う敵もいます。しかし、たとえ苦難を生み出す可能性があるとしても、人との関わりは避けて通ることはできません。もちろんアウレリウスも僕たちと同じように人間関係にはめちゃくちゃ悩まされていました。ローマ皇帝として国の存亡をかけ、生きるか死ぬかの戦争をしているわけですから、怒りや憎しみの感情も今とは比にならないほどだったことでしょう。しかし、彼は自分自身に対し、こうあるべきだと言葉を投げかけ、自らを厳しく律していたのです。ではアウレリウスは他人とどう関わっていたのか、ここでは大きく3つのテーマに分けてお話しします。では早速見ていきましょう。確かに彼らは過ちを犯したのかもしれない。しかしそれが一体どうしたのだ。君も同じ過ちを犯す可能性があるじゃないか。そして君が彼らを非難するよりも先にやるべきこと、それは彼らがなぜ過ちを犯してしまったのかを考えることである。その理由が分かれば怒りの感情なんて湧き起こらないだろう。そして何より自分にとって最も大切な理性が脅かされたわけではないじゃないか。過ちを犯す者をも愛することができるのは我々人間にしかできないことなんだ。ここで出てきた理性というのは、ストア哲学において重要な言葉です。アウレリウスが浸水したストア哲学において最も大切なのは、自然に一致して生きることでした。ここで言う自然とは、草木のような
通の意味ではなく、宇宙の秩序を示す法則を指しています。何やらややこしい話のように聞こえますが、簡単に言えば、何が良い行いか、何が自分のためになるのか、どう生きれば幸せになれるのか、これらの問いに対してどの選択が正しいのかを考え、自らの理性が導き出した答えに従って生きていくということです。この何よりも大事な理性は脅かされていない。ならばこちらは寛容な態度で相手に接し、皆と協力関係を築く。これこそが人間本来の在り方であると、アウレリウスは考えていたのです。では、続きを見ていきましょう。ここに3人の人間が親切な行いをしようとしている。1人は自分の親切な行動に感謝してもらうことを感情に入れる人だ。2人目は感謝されるために親切を行うわけではないが、自分が人に親切な行いをしたという事実はしっかりと覚えている人だ。3人目は自分の親切な行いを良いことだと意識することさえしない人だ。このような人というのは本当に素晴らしい。これは房をつけ、一度自分の果実を実らせた後はそれ以上何も求めないブドウの木のようなものだ。そもそも美しいものというのはそれ自体で美しい。称賛されることを自分のものとせず、それ自体で完結するのだ。称賛されたから良い、称賛されないから悪いという単純なことではないのである。皇帝であったアウレリウスには、どうにかして気に入ってもらおうと下心を丸出しにして褒めたたえ、すり寄ってくる下水人間が多くいたのかもしれません。しかしアウレリウスはそんな甘い言葉に惑わされず、自分の価値を他人に決めてもらうようではダメだと自分を律していたのでしょう。確かに自分のことを称賛されると心の底から嬉しいと感じるかもしれません。しかしながら、称賛されたから自分の価値が上がるということはありませんよね。今の競争社会において、アウレリウスの言うブドウの木のように周りからの目を気にせずに生きるのは難しいかもしれません。しかし他者に自分の価値を決めてもらっていると、人間はいつか自分自身の評価を見誤ってしまうかもしれません。現にアウレリウスはこう言っています。肯定化されてしまわないように、染められてしまわないように注意せよ。それは現に起こることだから。昇進し肩書きがつくと、自分が偉くなったような気がしてしまいます。しかしアウレリウスはそんな肯定となった自分が勘違いしてしまわないために、地位や肩書きは人としての価値を示すものじゃないんだ、自分の価値は自分で決めるものだと何度も何度も自分に言い聞かせていたのです。では3つ目の怒りや悲しみからの解放、これについて見ていきましょう。怒りや憎しみ、また悲しみといった感情は、他者からの言動や大切な人との別れなどによって引き起こされます。ストア哲学では、他者のような外側からの影響を受けた際、イライラしたり嘆いたりする感情を抑え、落ち着いた心でいることを幸福であると考えます。そしてアウレリウスはこのような心の在り方をアパテイアと言いました。ではその幸福へとつながるアパテイアに近づくにはどうすればいいのでしょうか。アウレリウスはこう言います。怒りや悲しみといった情念から自由になった精神は強固な城壁のようなものである。なぜなら、人間はこれに勝る難攻不落なものを持たず、そこに対比すれば他人から何を言われても心がざわついたり怒り狂うことはなくなるのだ。他者から害を被ったと思うな。それはすぐに君を害するわけではないだろう。他者に対して勝手に期待するな。他の人は自分の期待を満たすために生きているわけではないのだから。期待を裏切られたと感じたとき、怒りの感情は湧き立ってしまう。ならば絶えず波が打ち寄せる岬のようであれ、岬は弦として立ち、水の泡立ちはその周りで眠るだろう。寛容な人間の前では怒りの感情も
ここで言う波と同じく穏やかになるのだ。これらを知らない人というのは、残念ながら幸福をつかむことはできないのである。またアウレリウスは言います。怒らずに教えろ、そして示すんだ。彼らは自分がしていることが自ら不幸を引き寄せていることを知らないのだ。そんな相手に怒りをぶつけたところで何にもならない。たとえ害を与えてくる相手であっても、相手の幸せを願い、良い方向へ向くような協力をするのだ。怒りや悲しみという情念から自由になることは確かに容易なことではありません。他人と関わっていると、妬みやそねみ、言われのない批判や非難といった雑音がどうしても耳に入ってきてしまうものです。しかし、だからといってついカッとなってしまったとか、人に冷たく当たってしまうようじゃ、それは新たな憎しみを生むだけです。自分が怒ってしまうと、相手も同じ態度をとってくることでしょう。そうなれば両者にしこりが残るだけの最悪の結果となります。人間関係に悩まされている人は、アウレリウスと同じく寛容な態度を持って他者と接してみてはいかがでしょうか。続いて、折れない心を作る思考法というテーマでお話しします。夢であった哲学者の道を断たれ、ローマ皇帝となったアウレリウス。しかも帝国の舵取りには幾多の困難が待ち受けていました。帝位につくという望まれざる運命、我が身に降りかかる数々の試練。普通なら、なんで自分がとか、もう無理だと投げ出してしまうことでしょう。しかしアウレリウスはこう言います。君にとって成し遂げがたいことだとしても、人間にとって可能でふさわしいことであるならば、それは君にも成し遂げられると考えるのだ。生きていると避けられないこと、例えば大切な人を亡くした時、または大きな病にかかった時、たとえそれが自分にとっては耐え難い苦しいことであったとしても、自分だけがこの世界で初めて経験することではありません。アウレリウスも、自分は皇帝に向いているのかとか、国民の命を背負っていけるのかと不安になり、逃げ出したいと思ったことは少なくなかったことでしょう。しかし歴代のローマ皇帝たちは、自分と同じく国を背負い国のために尽くしてきたのだから、私にだってできないはずがないんだと自分を鼓舞していたのかもしれません。ではもう少しだけ続きを見ていきましょう。悲しい状況や苦しい状況に直面したとき、多くの人は、私なんて不幸な人なんだと考えてしまうだろう。しかし、そうではない。過去の悲運に打ちのめされず、未来に不安を募らせず、苦しまないことこそが幸せなんだ。どんな人であっても悲しみに浸ることはあります。アウレリウスは、それが悪いことだとは言っていません。しかし、たとえ悲しみに浸っても、その中で自分を見失うことなく希望を見つけ、やがて立ち直ることが大切なんです。では最後のテーマ、今この瞬間を生きるについて見ていきましょう。打ち続く戦乱の中で、多くの兵士や愛する家族を次々と失ったアウレリウスは、大きな悲しみを乗り越えようともがき苦しみながら、人一倍死を意識して生きていました。そんなアウレリウスは言います。たとえ君がこれから3000年、3万年生きながらいようとも、覚えておかなければいけないことがある。それは、何人たりとも今を生きることしかできないことだ。過去や未来というのは失われるものではない。しかし、今この瞬間はあっという間に過ぎ去り、そして消えてゆく。人生は短い。今を無駄にしてはいけない。思い起こすんだ。君はどれほど前から君がやるべきことを先延ばしにしているんだ。あれやこれやと理由をつけ、だらだらと過ごす時間なんて残されていない。困難なことから逃げてる場合じゃないんだ。君がするべきこと、それは毎日を人生最後の日のように過ごし、怒りや悲しみに振り回されることなく、無気力にもならず、偽善をしないこと。たったこれだけだ。
僕たちは誰しも今という時間を生きています。しかし今日はあっても明日はないかもしれないんです。それなのに人生を先送りにしているような生き方をしていては幸せになれないぞとアウリリウスは言っています。常に死を意識し向き合いながら生きることがアウリリウスの言うよりよく生きることにつながっているのではないでしょうか。いかがだったでしょうか。この自省録という本はもともと人に読まれることを前提に書かれていないので読みにくいなぁと感じる部分が多くあります。しかしそれを踏まえてもぜひ一度は手に取っていただきたい本です。この動画では数あるアウレリウスの言葉の中のほんの一部しか紹介できませんでした。実際はもっともっと僕たちの生きる糧となる言葉が本書の中にはたくさん残っています。せわしない日々を生きるあなたの眠る前のひとときにアウレリウスと対話する時間を取り入れてみてはいかがでしょうか。以上で終了となります。このチャンネルでは他にも絶対に読んでおくべき名著や絶対に知っておくべき偉人についての動画を出しています。動画の内容が良かったら高評価、チャンネル登録をよろしくお願いします。それでは良い一日を。